ノボサラエボは、ボスニア・ヘルツェゴビナの基礎自治体。ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する構成体である、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦のサラエボ県にあり、サラエボの一部を構成している。合計11、111.811人サラエボ包囲前の時点で、ノボサラエボには95,089人の人口があり、うち33,902人は、ボシュニャク人。 32,899人は、セルビア人、8,798人は、クロアチア人、15,580人は、ユーゴスラビア人、4,391人は、その他であった。2002年の政府による推計では、ノボサラエボ基礎自治体の人口は74,493人で、あり、うち88%は、ボシニャ人、6%は、 セルビア人6、6%は、クロアチア人である。ノビグラード同様に、ノボサラエボは、サラエボにおける1960年代及び1970年代の、急成長の産物である。ノボサラエボは、サラエボ盆地の中央に位置し、領域の多くは、ミリアツカ側の北岸の、ノビグラードとツェンタルの間に位置している。サラエボ方位の前、ノボサラエボの面積は47.6。 キロ平方メートルであり、うち41.6%は森林、17.5%は草地、13.5%は商業、都市化、地区、10.4%は牧草地、8.4%は耕作地、13.5%は庭園であった。サラエボ方囲の後、ノボサラエボの領域のうち、非居住地、一支部を主体とするントは、 スルプスカ共和国に割上されて、椅子と地のノボサラエボとなり、ノボサラエボの面積は11.43、傾平方メートルへと縮小された。その結果、ノボサラエボには都市部のみが残り、サラエボで最も人口密度の高い自治体となった。その人口密度は、およそ7524人、傾平方メートルである。ノボサラエボは、 サライボの商業とビジネスの中心となっている。この地区には多くの企業の拠点が置かれている。エスティメーション、トータルナンバーオブプレゼントポピュレーションバイエージ、セックスカントンズミューニシパリティ、30準2007。フェデラルオフィスオブスタティスティックス、フェデレーションオブボスニアハーツゴビンナ、2008年4月10日事件のオリジナルよりアーカイブ。 2008年4月3日閲覧。ありがとうございます。